皆さんどうもこんにちは、打楽器の演奏家の島崎優斗です。今回、楽器習ってみたシリーズの、番外編でボーカルを習ってみたいと思います。先生の堀さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ストレッチからやりましょうか。あ、ストレッチ、僕ストレッチめっちゃ苦手なんですよ。はいはいはい、はい、ストレッチのコツっていうのがあって、はい、人間の体って伸ばされてる方を意識すると、はい、そっち硬くなるんですよ、はい、で例えばこうやって力こぶ作るときって、はい、こっち側を意識してるときこっち伸びるじゃないですか、はい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 、だからストレッチするときって首を例えばこうやってやるとするじゃないですか、はい、こっち側を畳むっていうふうに思うと、あーあーちょっと堀さん若干映ってないっす伸ばすときに伸びる方を意識するんじゃなくて、はい、締める方を意識する、意識するっていうことですね。前に倒すときも顎を鎖骨にくっつけるみたいな風にすると後ろがよく伸びるんで、あ、上は、はい、歌う場合だったらこっちまでやっちゃうとここ別にここまでやる必要ないので、はあ、真上ぐらいで、真上ぐらい煙突覗く、そうですねっていう感じでストレッチをやって、今一番高い声ってどれぐらい、はあ、ぐらい、あ、ありがとうございます、はあ、はいはい、素晴らしいですねそれにストレッチちょっと足していきます、ね、はあはあ、アキレス腱のストレッチなんですけど、はい、学校で習ったやつってこうやってやるじゃないですか、ちょっとここ伸びるじゃないですか、ああ確かにアキレス腱伸びてないんですよ。へえ、さっきの話で言うとこっち側を、あ、曲げる、そうそうそう、ああなるほどなるほど、眉を縮めて結果的に後ろが伸びるみたいな。へえ、例えばアキレス腱、はい、腰、はい、肩、うわーってことですよね。こうやって下から上げてって上げてってことですね。へぇー、アキレス腱、腰、肩、はいどうぞ、うわーそう、歌の方ってストレッチって結構されます？あーでも人によると思います。あーそうなんだ、うん、ただ僕はそのストレッチするときに、はい、口開けないでストレッチしてる人を見つけると、いや歌うためだから口開けた方がいいよっていう、あー歌うような、うん、口にしといてやってた方が、あー意味がある、そうそう、やっても確かに、もう一個じゃ肩周りで言うとこうやってやったとするじゃないですか、はい、伸ばしたいのはこっちじゃないですか、はいはい、意識するのはこっち、あーでもここを縮める、はい、そうするとここまで全部伸びるんですよ。で、真剣な顔しないでそうそうそう、ちょい目線上で外でやったらやばいですその空気が通るぐらいのストレッチってことですよね。はーみたいな、はーはーって押さえちゃう、はー後ろにちょっと遠回りさせたけど、後ろに引っ張る、なるほど、はい、なるほど、そう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 、ここ、はいはい、ここちょっとじゃあ発声やってみましょうか、はい、高い声とりあえず出してみて、あーっていう、はい、僕の音はこんな音っていう、はい、ドゥーダーザ、あーもう一回、あせっかく出ていこうとしたのに戻るんですよ。あそれが目がこっち側に行ってる時って僕今まとめてこっちですそうそうそうまっすぐですね、はい、耳って自分の声聞くためじゃなくて動物的に危険を察知するために周りの音そうですね、なのであそこの角ありますよね、あそこに吸い込まれるような感じ です、はい、でちょっとだけ肩を上げてみてください。そうするとここが緩むじゃないですか、はいはい、緩んだ分をああみたいな、こうなっちゃうとああになっちゃうね、あー緩んだ分を伸ばすみたいな感じで、あーいいですね、いいですね、裏声で、裏声で。
眉毛上げる。上げっぱなし。眉毛下げない。そうそうそう。あの音程的にはソファ見て撮っていくじゃないですか。下がってきますよね。で息は一番あるところからだんだん減っていくんですよ。音程も下がるし息も下がるから全部下げちゃうとハッ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 ってなるんですよ。なのでハッ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 っていう上げるものを体の中に常に用意した方がいいんですよね。空気って絶対下がっちゃうんで、でこうやって広げて、はい、どっから伸びてます体の。この辺ですか。おお、素晴らしい。割と皆さんこっからっていう方が多くて、でこっからだと、でこう、そうそう、おへそからだと、はあ、うん、ちょっと声変わります。あ、確かに。だからはあっていうのと、はい、はあっていうやつの違いですよね。はい、じゃあね、ちょっとね、お遊び、卓球、打ってから。あ、うまいですね。あの、元テニス部なので。あ、そうかそうか。はい、青虫、何だっけ。お日様が昇って。日曜日の朝、それなしにして、はい、もう一回青虫の歌、はいはい、ちっぽけな青虫、青虫はお腹がペコペコ、青虫は食べるも、青虫は食べるもの。いい声です、後で聞きましょう。そうですか。こうやってほうがいいんだ。月曜日、月曜日、リンゴを一つ食べました。月曜日、月曜日。これすごいいい声だと。リンゴを一つ食べました。なんとなく意識が歌に行ってない方がいい。そうなんですよ。なるほど。はい、なんか上手いことしなきゃって思わない方がいいってことですね。そうですそうです。力任せになっちゃうとどん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 広がっていくんですよ。はい、太鼓もそうですけど、はい、実際こうバスドラこんだけあって、はい、ビーターが当たるのってここだけじゃないですか。はい、だから歌も自分の顔の中でここだけ当たってれば楽なんだけど、あ、頑張って力入っちゃうと広がっていくんで、はい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 、本来のとこじゃないとこに何か行っちゃったりとかして、そうですそうです、違う打点に当たっちゃってるみたいなこと。そう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 、打点ちっちゃくて響くところがたくさんあればあるほど楽に当たる。ああなるほど。例えばこれが上の歯と下の歯だったとするじゃないですか、はい、口をこう開けても喉って閉まってるじゃないですか。あ、だからあーっていう、あーっていう、あー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 なんだろう、合唱の先生たちって、はい、口を開けてるところを見たいじゃないですか、はい、だから、はい、開けてって言うんですけど、それはこう開けてってわけじゃなくて、はい、っていうそのこっちは開けたい、喉の奥が開いてるもん。そうね。やっぱりでもあれですよね、音楽的に絶対正確に下げるぞっていう意識は、ああ、あります。ありますよね。あります。上に抜けていくとだんだん空気が減って音って下がるんですよ。自分から下げちゃうと、ああ、プラス引力になっちゃうんで。気持ちで確かにそうですよね。一番最初に
に息があるから最初にたくさん使っちゃうと あとは絶対減ってくんで、最初は力抜いとくとか、はい、うん、ああ。みたいな感じ。はい、ワン、ツー、ナーゾ。真面目にやらない。でも、やっぱ聞いた時点でもう音符が思い浮かびます。そうですね、音符というか音が思い浮かぶ。なんかね、それが流れになっちゃうといいんですよね。あーみたいな、動いてるみたいな。いつも そいつらもなんかわさわさしてる。あー、確かに僕イメージなんだとなんかこう固まってますもん。そうです、はい、なんか真っ黒クロスケみたいな音符だといいんですよ。毛が結構長い。あー、もしゃもしゃー。そうそうそう、もしゃもしゃ。実態よくわかんないみたいな。あーみたいな感じで、だと固まりにくいじゃないですか、はい、体的に。確かに。あとは足の裏が田んぼだと思ってください。はい、田んぼ。ワン、ツー、スリー、フォー。田んぼ。おお、素晴らしい。あ、ちょっとそういう風にイメージを、うん、音とかから反らしていただいた方が、あー、そうですね、なんか楽にできる。うん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 、ここ当てなきゃみたいな感じじゃなくて、そう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 、田んぼって、あ、田んぼ意識しようってやった方がなんか音がちゃんと出る気がします。そうなんですよね、やっぱ硬いところに立ってると体自体が硬くなっちゃって、あの、例えば A whole new world、 絨毯持ってるじゃないですか。ポカホンタスとか、ああいうディズニーの曲とかも床の上で歌ってる歌ってあんまないじゃないですか、絶対。ああ、踊りながらとかですか。そうですよね。そう、もう一個アディです。アディ、あ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 、アディって練習方法かと。あ、アディな。アディ、あ、カービィマーチを歌ってみたいんですけどってお願いしたら、あの、楽譜ね、作ってくださいました。で、持ってきてくださったので、これで今日、カービィマーチ上手くなれるようにレッスンしていただきたいと思います。よろしくお願いします。ちょっと歌ってみましょうか、もう一回。はい、すいません、お願いします。ワン、ツー、スリー、フォー。いつでもグスカービィ、星のカービィ、けど本当は強いよ、本当かな。リズムで言うと、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、2、4が上がりますよね。はい、で、日本人のリズムって1と3が上に上がってる時の方が多いんですよ。はい、そうですね、なんとか音度とかだと、はい、だから、意識しないとその1と3と2、4が一緒になっちゃって、もうフラットな状態でずっと、けど本当は強いよ、本当かな、みたいな、はい、けど本当は強いよ、本当かな。2音アップを。アップというのはアクセントってことですか。あ、ね、音程も上がるってことですか。体が軽くなる。あー、まあ、例えばグーパーグーパーにしてみましょうか。あ、なるほどなるほど、なるほど。けど本当は強いよ、そうそうそう、本当かな。不思議な力を持つ伝説のヒーロー、強い星の戦士、やるもんだカービィ。最後は赤
けっぱなしでいいです。はい、ビーってやっちゃうと力抜けんじゃうんで。あ、うんうん、なるほどなるほど。いつでもグスカピ星のカビけど本当は強いよ本当かな。そうそうそう、それで、体を楽しく左右に、はい、そうですね。でもグーパーなんとなくわかりますよ。わかりますわかります、はい、やっぱり打楽器的に言うとやっぱグルーブですよね。人形の弱楽強迫みたいな感じですね。そう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 、それでちょっと前に行けるといいかな。あ、まあ、曲的にタッタラッタラララララタッタララララっていう、そうですね、マーチですもんね。はい、気持ちとしては前に進んでいくような感じ。はい、ワン、ツー、スリー、ほい。いつでもグスカピカピカ星のカビ、うん、けど本当は強いよ本当かな、うん、不思議な力を持つ伝説のヒーロー強い星の戦士やるもんだカービー、うん、言葉うーの口をちっちゃくしておけば、はいはい、他のやつがでかくなってくるんで、うん、呼吸が少し楽になってくるかなっていう。不思議なのふもそうっていうことですか。不思議、そうですね、不思議な力を持つ伝説のヒーロー強い星の戦士とか、うん、あーなるほど、あの歌詞の母音にそう合わせてそのやるとフレーズ感みたいなのも自然にできるってことですね。そうですね。あー、日本語になってる言葉で残ってるのって言いやすい並びになってると思うんですよ。あー、不思議な力を持つ伝説のヒーローっていう中で不思議な強さを持つっていうとずーっとウーロンが出てるじゃないですか。そうすると多分不思議な強さっていうのは不思議な NG なんですよ。うん、なるほど。不思議な力を持つの方が歌いやすいよね、はいはいはい、みたいな。歌詞って結構そういうことも考えて作ったりします。抑揚がついてる。あ、そうなんですね。歌いやすい曲は。へえ、すごい。はい、ということで今回はあのボーカルの歌のレッスンをしていただきました。先生の堀さん あのホームページ概要欄に届きますので、あのよかったらクリックして、ね、見てください。はい、ということで、打楽器の演奏家の島崎優斗と、ボイストレーナーの堀信之でした。どうもありがとうございました。